はい、えー。今回は、えー、こんな感じの色ずれの表現ですね。色収差の作り方を解説していきます。まず新規コンポジションを作成します。カット01で 720p のコンポジションを作成します。そして新規平面で1枚黒の背景を引いておきます。 そして、さらにコンポジションを作成します。コンポジション新規。素材用のコンポジションですね。素材、0、1。で、コンポジションを作成し、素材を配置します。そして、カット一のコンポジションに戻り、素材のコンポジションを配置します。こんな感じですね。では、これに対して色ずれの表現を作っていきます。まず、 この素材ですね。これを RGB、赤、緑、青の3色に分けていきます。まず、エフェクト、チャンネル、から、マット設定を適用します。そして、マットに使用するチャンネルを赤に設定します。そして、さらに、色調補正、色合いを適用します。この色ですね。これを、 RGB の赤255でグリーン0ブルー0で赤を作りますそしてホワイトはこの赤をスポイトで適用しますこんな感じですねこれで赤のレイヤーが作成できましたではこのレイヤーを複製します Ctrl D 赤を非表示にしておきます次はグリーンを作っていきます このマット設定ですね、エフェクト。これを緑に変えます。そして色合いを赤0、グリーン255、ブルー0。これでグリーンができました。さらに複製します。ブルーですね。マットは青、RGB0。 グリーンゼロのブルー255これで一つの元素材を RGB の3色に分けることができましたそしてこれをすべて描画モードをスクリーンに変えますこんな感じですねあとはこれを単純に位置をずらすことによってこう色収差が起こるといった感じになりますですので例えばエフェクト スタイライズモーションタイルを適用します。そして、未来時にチェックを入れた状態で、モーションタイルの、タイルの中心ですね。これに対して、アニメーション、エクスプレッションの追加で、ウィーグル l えば、ー、例えばマ1 5 15としておきます。すると、 こんな感じでランダムに揺らすことができますちょっと早いので数値を落としておきます3こんな感じですねそしてこのモーションタイルをコントロール C でコピーし緑にコントロール V でペーストしますこんな感じですねすると こんな感じで2色がランダムに揺れることによって色ずれが発生します。こんな感じで簡単に色ずれの表現を作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。